はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。はい、ですね、もうですね、この杉野の、BB つけてもう1000キロぐらい走ってます。でね、どんな状態かっていうのをちょっと見ようかなと思って、今、クランク外しました。まず一つ、中に水入ってないかっていうのはまあ気になりますよね。それは大丈夫でした。うん、はい、ちょっと見てみますか。はい、近づいて、見ておりますけど、水は中に入ってないです。そしてね、今これわかるかな、こっち左側ね、半分だけ掃除してあります。ここ色がね、ちょっと光具合が多分違うかなと思います。で、こっち側はね、まだ汚れてます。これわかります？汚れてる感じで、こっち側は綺麗にしましたね。まあこんな感じでね、まあグリスにこうちょっと汚れが混ざるっていうのはね、そんなような感じだと思います。土とか砂とか、あとはグリスが擦れて黒くなったりとか、そう、汚れをどんどん含んでいくっていうかね、そういう状態です。まあこれはね、綺麗にすればいいだけの話なんで、いいと思います。で、中もね、状態はいいです。特に汚れてることもなく、グリスがまだグリスがね、あのついた状態のままですね。なんか跡がついてるなと思って触ったら、グリスを塗った時のこう跡ですね、多分手の跡が残ってんだと思います。それぐらい、その時つけた時のままですね。もう1ヶ月ぐらい、つけた時のまんまです。なかなかね、いい状態のまんまになってます。じゃあね、これでね、走ってみてどうか。ね。ここにね、今映像出てますけど、まあ、映像見てわかるもんじゃないですよね。なんで、まあ、とりあえず映像は置いといて、はい。走ってどうかっていうことをね、ちょっと、お話ししようと思います。あのね、一番ね、自分でも、あ、これは驚いたなっていうことが起きてます。まず体感的に軽い感じがするなっていうのはあるんですけど、まあコメントされてる方にもいましたけど、まあ、いいやつに変えたからいいっていう感覚っていうかね、体がそういう感覚を持ちますよね。なんでそのせいでいいんじゃないのとかね、そういったのもありますけど、実際こう前と後触ってみてとか、前と後乗ってみてっていう感覚からして違ってる感じはします。うん、ただね、これセラミックだからっていうわけではない可能性も十分あります。単純にね、杉野さんの、BB の性能がいいんで、出来がいいっていうかね、うまく作られてるというなっていうんですかね、ね、なんて言うんだろうね、こういうの精密に作られてるっていうんですかね。だからこう回転がすごくいいんだよっていう、まあ精密機器を作っている会社っていう、まあそういうイメージですよね。だからこう動きがいい。もう別にこれは多分セラミックだから、もしくは金属のベアリングだからってあんまり関係ないんじゃないかと思います。だからセラミックちょっと高いけど金属でもいいかなっていうのは全然ありじゃないかなと思います。それでも同じようにやっぱり回転のいいのは体感できると思います。で、ここがどう違うかなと思ってるのは、僕いつもね、雨沢峠という峠を登ります。だいたい20分ぐらいの、峠になります。登る距離が、登る時間がね、僕の場合はそこの峠を登っていて、この杉野の BB をつける前に登った記録と、つけた後に登った記録、実は自己ベストっていうのがあって20分35秒っていうのがあるんですけど、実はですね、先日同じこれをつけてから同じ記録を出ました。全く同じなんですね。全然伸びなかったんですけど残念ながら伸びなかったんですけど、だけどね、ちょっと見てもらおうと思いますが、はい、ではね、この画面ちょっとね、こちらじゃない、こっちか、こっちに出します。はい、この画面ちょっと見てください。雨沢峠の、ストラバのデータになります。はい、わかります？
これなんですけど、ですね、まあ僕の一番早いタイム20分35って出てますね。この方はもう全然早いですまあそれはいいとして、距離は 6.11キロで平均勾配 5% で、まあ、そんな感じのとこ、標高差336っていうとこで、クライムカテゴリー2ですね。これぐらいの坂なんですけど、こうずっと常にずっと上がっていく感じで、あのちょこっとだけこの辺でピュッと下がっ、ちょっと下がり目になるかなぐらいの感じのとこがある場所です。で、これ、記録がずっと僕がいつも走っているところのこう記録がね、こういろいろ出てます、うん、まあいい時もあったり、まあ、こんな風にね悪い時もあったり、これ悪い時っていうか誰かと一緒に走ってるかもしれないですね。これここまでさすがにね、いつも20分台で走ってるのに10分以上ね遅くなるってことは多分ないんで、これ誰かと一緒に走ってると思います。まあこんな感じでね、自分がこう走っててもこう良かったり悪かったりっていうのずっとあるんですよ。で、でね、まあしばらくね、この記録、去年の6月ぐらいなんですかね、あ6月29日この記録ですね。これが20分35ね。でこの時のパワーメーター230ワットなんですよ。この時ね、あの純パパと走った時で、あの結構純パパとかのコチョさんとかと走った時で結構ね、あの気持ちも上がってて、こうパワーも多分それで出てるんじゃないかなと思うんですけど、こんな感じで走れた時なんですね。で、この記録で先日ね7月31日に走ってきた時に同じタイムが出てます。ところがこのパワー見てくださいね。去年のね今ぐらいから今までの間に、まあ機材は確かにいろいろ変わってます。あの杉野さんのねクランクをつけてたり、後ろが11-25だったり、確かねこの時は、前40の後ろ40とかそんなような、構成で走ってるんじゃないかと思います。でアルテグラの、クランクでという感じで走ってるはずです。で今も外してしまいましたけど、古い BB をつけていてという感じの、構成だったと思います。で 230W、 先日走った時は走り始めてしばらくしてからかな、パワー出てないことに気づいてはいたんですよ。あ、パワー出てないから今日はタイムはね、あの伸びないかなって、あのまたちょっと、21分ぐらいになっちゃうのかななんて思いながらずっと走ってたんですよね。で、その時のね、比較ができるかな。はい。今タイム比較っていうのにしました。で、あのタイム比較0秒です。同じ時間です。ね、僕両方僕です。で、去年の僕のラインがこの黒い線のまっすぐのやつ。で、今年の僕が、この紫の線ですね。こんな感じ。わかります？こういう感じで、まあスタートします。スタートして、最初、ね、今年の僕の方が少し早いんですよ。この辺、あの、そんなに急勾配じゃなくて、5% ぐらい、あ、5% いかない、3% ぐらいとかずっと走ってるんですね。で、ここからね、僕、あの、パワーが落ち始めるんですよね。ずっと。で、ペースが落ちてるんですよ。ずっとペース落ちてます。で、ペースどんどん、パワーが落ちてるかどうかわかんないのか。あの、ペースが、ここからね、あの、僕はペースがね、だんだん落ちていってます。で、去年の僕の方がね、ここの辺りはずっと早いんですよ。ミューっと早い。早い。ね。そう。で、この辺でもうだいぶ引き離されてはいるんですけど、ここからね、あの僕あの速度を上げ始めるんですよね。でどんどんこう去年の僕に近づいていってるんですよ。でラスト同着をするという、そ
そんなような動きをしています。やっぱね、これで一番面白いなと思ったのは、216W という、そうですね、他にも 215W ぐらいで走った時あるんですけど、この時は21分かかってるんですよ。で、だけど 216W、224W の時もね、20分50秒とかね、遅いんですけど、だけどこの216なのに、ベストが出たね。これはどうなんですかね。実際まあ BB に抵抗があったりとか、 BB がね、あの回転効率が良くなかったりするとやっぱり重いですよね。で、走っていくうちにね、やっぱりあの重さも増していくのかなっていうのがもしあるとしたらね、あのここにちょっと杉野さんのグラフ出しますけど、どんどんこうパワー上げていって時間がかかってくると、こうどんどん、抵抗が、ベアリングの抵抗がね、 BB の抵抗が上がってくるっていう、こういうデータがありますけど、こんなようにね、もし上がってきてるんだとしたら、この今回のこの 230W と 216W で走ったのに同じ結果が出たっていうところは、もしかすると BB のおかげなのかもしれませんね、だとしたらね、嬉しいですよね。あのこれに変えたことによって早く走ることができた、まあ、あのってことはね、もっとこういろんな走り方、また違う走り方していくと、あのなんかもっと新しい発見があるのかなとかね、なんかいろいろ思いますよね。このデータ見てると面白いっていうところありますよね。まあ実際ね、 BB の抵抗がどう変わっていったのかっていうところまでは分かりませんけど、そういった効果があったのかなっていうのが、このデータを見て、どうなんだろう、分かるんでしょうかね、これが正しいのかどうかね、ちょっと杉野さんに聞いてみたいなとは思いますけど、どうなんでしょうか。普段もね、こう毎日これつけて乗ってますけど、実際感覚的なものは、あの軽い感じはします。すごいね、やっぱりずっと言ってますけど、スムーズなんですよ、動きが。なんで非常に、軽い感じはしますね。スムーズで軽いって言うんですかね。ただカラカラ軽いんじゃなくてね、軽くてもね、なんか雑な感じのやつとはまた違うんですよね。スムーズなんですよ、そういう感じですね。これでね、もうだいぶ走りましたけど、ずっとそういう感じを今んとこキープしてます、まだね、あのこれからもまた走っていくと思うんで、これからまたね、あのまたいつか、ね、もっともっといっぱい走った頃にまたレポートするかもしれませんけどね、今回はねこれで終わろうと思います。はい、ではですね、今回の動画面白かったな、参考になったなって方は、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなのを配信しています。そしてチャンネル登録はこちらのボタン、よろしくお願いします。